どうもみなさん、11時はロチャリバイザーゲドバンプログソメーチェルマサーということで、本日はこれからってことは、はい、よ第3回目でございますよ、はい、今回やっと切り札上編でございます。ロウくん、おなじみですね。はい、もうおなじみ、今の主人公ですね。はいはいはい、勝負くんの弟が勝った、勝った君の息子がジョー君でございます。ということで、デュエルマスターズ、改めてこう無印というかね、はいはい、デュエルマスターズという、はい、漫画になっております。なるほどなるほど、はい、で今連載中のはデュエルマスターズキング、キング、はい、なるほどね。じゃあキングの1個前、そうです、はい、上編の一番最初ですね、はい、業界的には2017年版とかね、そうです、新章とかやってます、はい、なるほどね。ジョー君が4年生版ですね。4年生版、はい、キングから5年生になります。5年生になりました。そこまで上がったわけじゃない小学生から中学生ってわけじゃないか、はい、微妙に上がっておりますが、はい、その中で今回ですね、このデュエルマスターズ10巻、11巻から、紹介したいと思います。おし、まずですね、紹介したいのは10巻の最後に入っております決死の対決、キラ対ゼロでございます、はい、これまたね、ちょっと主人公不在なんじゃないかと思われがちですけど、はい、まずキラ対ゼロもう絶対いないでしょ、これそれがもうあれですけど、じゃあ早速、はいはい、このキラ対ゼロ紹介エピソードを見ていきたいと思います。いやはい、ということで、はい、デュエルマスターズ10巻から、10巻からですね、キラ対ゼロの話を紹介しようかなと思うんですけども、うん、はい、こちらですね、なんとデュエルマスターズ10巻、11巻こちらはですね、好評発売中でございますこちらですね、デュエルマスターズの、うん、まあ、この一番上空編になって、うん、まあ、いろいろあったんですけど、いろいろあった、基本的に上空編はですね、この文明、うん、今まで、はいはい、まあ勝負も勝ったも戦ってきた非文明とか水文明とかあるんですけど、うん、はいはいはい、その文明のクリーチャーワールド、クリーチャーたちが住む世界のお話を割と舞台にしている感じなんですね。なるほど。で、特に、上空編の2年目ぐらいから自然文明がピンチだ、うん、ああ、僕らちょうどそこ、僕と俊介はそこから実際ワールドゲーム自然文明アニメでそれがやってる頃にちょうど、カードでいうとツインパクトシリーズ、はい、ツインパクトシリーズから、はい、あのちょうどデュエマヒーローに加えていただきました、うんうん、はい、で、そうなったんですけども、まあ、バラギアラとの対決などがありまして、うん、で、最終的に何が原因だったかというと、闇文明の侵食、うんうん、はい、闇文明がブイブイ言わせてるっていうのが一番問題になっていると、黒幕は闇文明、はい、はいはい、で、特にゼロ、ゼロ、ゼロも闇の王闇をゼロ、ゼロ、なるほど、がいまして、途中で姿も変わりましたからね、はい、確かに、はい、で、それが生み出す闇の最大の最大最強のドラゴン、ゼーロン、うん、はい、こいつの卵が発見されます。はあはい、で、そのクリーチャーワールドに急にそのゼーロンの卵が流動星雲という遥か彼方宇宙の星雲から、うん、星雲、それは、うん、それが見た光、違う、真面目に聞いてこうしたよ完全に真面目な顔したよ、本当にしたはい、星の雲ですよ、バシュンと、はい、星の雲から、はい、バシュンと闇のゼロの卵が投下されます、はい、でそれがどん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 、そのクリーチャーワールドって地球みたいになってるんですけど、うんうん、どんどん文明のところをグイ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 押し込んでいくんですよ。あ、侵食していくんですね、はい、でドラッグホールみたいな感じですね。そうです。で、最後まで到達するともうクリーチャー世界滅びちゃう、うん、クリーチャーがいなくなるということはもうデュエルマスターズというかね、デュエマの世界がなくなるということです。あ、はい、大変なことなんですけども、そのゼロンを要は万端誕生させないようにするためにそれを阻止しなければならないですけども、あのジョー君の親友でありますキラ君、はいはい、キラ光君というのがいるんですけども、正義の心を持った光文明のデュエルマスターなんですけども、その子はですね、そのまあ光なんだから、光のマスターなんだから闇を止めるのは俺だと、正義感にあふれる子なんですね、キラ君は。はい、なのでその闇のゼロンの侵食を止めるべく立ち上がるんですけども、うんうん、まあ、まずでもただそのジョーも闇文明ゼロを止めなきゃと思っております。はいはいはい、お互いね、はい、で、キラ君がジョーをまず止めようとして、うん、なんですか、感情が高ぶるともう前に出ちゃうから、そうだね、そう、それを止めるためにもう力ずくで止めます、うん、はあ、はあ、はい、っていうのをやってキラーがジョーを倒します。はあ、倒す、コテンパンにする、コテンパンにする、コテンパンにコテンパンにします。で、コテンパンにしてバタンキューしてる間にキラーは一人で一人で行っちゃうんだもんね。なるほど、はい、っていうね、はい、ちょうどね、僕ここら辺から
担当を引き継いで、うん、前の2代目担当西出さんと一緒に松本さんと打ち合わせしてたんですけど、うんうんうん、なんか普通に僕ジョーが倒しに行くもんだと思ってたんですけど、はいはいはい、そしたらまさかキラとバトルして、うん、でしかもキラがジョー主人公をさ倒していくわけで、その間に行くっていう展開を、うん、なんか聞いた時にあーこれかーって思った。結構衝撃的ですね。そういうことか。確かになんか、なんか真っ当に行けばジョーが普通に行くもんだけど、やっぱそこにキラが正義の心を持ってるから、うん、もう自分が倒さなきゃって思っちゃう、うん、やっぱ松本さんの中でキャラクターが生きてるっていうか、あーなるほど、キラも生きてるしジョーも生きてるし、なんか考えるとそうなるんだなっていうのをちょっと感じた、肌で感じたんですね、はい、エピソードではあります。それで、キラはゼロを倒すために行くんですけど、ちょうど卵の状態の時にね、うん、今ここで倒せば間に合うと。そうですね、なるほど、ゼロになる前です、はい、ゼロになる前に倒せば間に合うというところでゼロとバトルをします。闇王ゼロ卵に乗ってくるんですね。闇王ゼロ、本当だ、我が名闇王ゼロ、闇王ゼロ、それが例で闇王ゼロだとっていう、はい、闇王ゼロ、闇王ゼロ、やっぱ闇を止めるのは光だということで、光のね、光文明の戦士たちが止めようとするんですけど、やっぱ間に合わずというか、うん、全然叶わないのでキラが向かっていきます。卵の状態でむしゃくしゃな感じになってますからね。はい、はい、俺は正義の出てきたキラだ、かっこいいですね、バシュンと手に入れた剣を、主人公こいつじゃねえかな。本当に確かにここまでの流れだったらね、やっぱね、松本さんの漫画ね、全員主人公になりえんのよね。なるほど。どの子が主人公のエピソード見ても面白い、うん、になってもいいなっていうぐらい腹が立ってるんですね、うん、はい、で、全然もうまだ誰も見たことないゼーロンというものなんですけど、うん、そこからカードが5枚もう出ましたね、ゼーロン、ね、ゼロバー、はい、ゼロバー、結構おなじみの感じですけど、ね、はい、5枚のカードが出てきて、でそれがね、くっつくと、うん、まあ、ゲーム上はくっつくと裏返ってゼロになるんですけども、うん、はい、それがね、カーモンから出てきて、うん、で、対するキラはギラメシアサッパーク、サッパーク、はい、これね、マスターカードでございます。マスターです、よく覚えてます、はい、うん、ギラメシアで戦います。はい、で、ゼロと戦っていい感じになるんですけども、どん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 卵が割れていきます。割れていく、はい、いや、止められないんだよな、生まれそうになっちゃう。でしかも生まれそうになるたびにキラの体の一部がおちょっとなくなっていきます。いいやばい、はい、大変なデュエルをやってるわけなんですけど、はい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 、はい、でそういうのがあって、まあいろんなエピ過去の回想とかありつつですね、うん、まあ、うん、キャップ、ボルツ、ジョー、ももちゃんといろんな仲間たちがいるんですけど、仲間の思いも一心に背負ったギラがギラメシアから、ギラメシアから新たにギラクシーサバクティス、サバクティスという新たなマスターカードを使い、ガチャレンジですからね、ガチャレンジ召喚して、このギラクシーの正義を見ろと、はい、仲間たちを、そしてこの世界を守るんだということで、卵を破壊しようと。いやもうこれで救われ、これでもう救われるかと思いきや、やったか、やったか、言っちゃいけないな。そうすると多分ボーンともう光文明のクリーチャーが、光文明のクリーチャー全員もすごいですよね。粉々じゃないですよ。なんかこうこの割れ方がすごいよね。またね。なんかすごいな、なんかバッと割れて死になるようなね。はい、なんかでゼーロンは全てを無にする。あの H型の合体はあれはあれはもう、はい、そしてその一撃を食らってゼーロンバンタというゼーロンが生まれてしまうと。いうところまでがこのシーンでございます。その中でなんとなくジョーはこうピンとキラのピンチに気づいて、キラを救い出そうと駆け出すところで終わります。終わる、なるほど、これが10巻ですね。あ、10巻の終わり、これが10巻の終わりでございます。単行本派の人すごい気持ちになってる。なるほど、はあ、これで終わりというところで、これで10巻終わる、10巻が終わります。はい、ということで10巻終わりまして、そしたら11巻の最初がこのキラとゼロの最終、はいはい、さっきの、まあ、決着局面、はい、決着ですね、決着がさっきの続きってことですね、うん、シーンになります。それがこちら崩壊のカウントダウン、もうタイトルやばくね、タイトルもトゥーライもすごいことになってます。もうね、
まずキラのピンチに気づいたジョー君が駆け出すんですけども、アキラがジョーを一回倒して、うん、で一人でゼロを倒し行っちゃったんだと、うん、いうことを知らされます、うん、まあ、知らされるんですか、はい、知らされるというか気づくというか、気づくというか、はい、で光文明まだ行ったことないんですけど大丈夫ですかって言うんですけど、うん、あのデッキにあのジョー君が、ジョー君がつけてるのはキラのマフラーで、キラがつけてるのはジョー君のマフラーなんですよ、うん、交換してるんですよ、うん、昔に。でこれがキラの匂いするからって言ってデッキに嗅がせて行くっていうそんな機能あったんですよ犬みたいな機能があったんですけど、鼻ないように見るけどデッキ鼻あったんです。はい、で、はい、でただそこにはもうゼーロン万端していて、そうですよね、はい、ゼーロンがもう生まれてしまった。あら、はい、そこでキラ君が、ああもうダメだ、光文明が消えていく、はい、ゼーロンは全てを無にする、なくしてしまうという、うん、あのドラゴンなので、うん、もう生まれた時点でこれでも光文明はもうなくなり、うん、僕もなくなってます、なくなってます、はい、崩壊し、崩壊ゼーロンになります。ああ、なるほどなるほど。すごい粉々とかじゃなくて、もうサラ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 って無になっていくんですけども、ああ守れなかったのかというところで絶望にしているところにジョーが駆けつけます。ジョーが光文明にたどり着きました。主人公登場、はい、でキラどこ、キラーって呼んだらいました、いました。でも様子がおかしい、おかしいですよ、白目向いてます、様子がおかしい、様子がおかしいってページをめくると、ジョーごめん俺何もできなかった。でキラの体がどんどん無になって、キラ体が、で俺は無になるみたい、無になるみたい、はい、でも大丈夫、俺とジョーの心の中にあるいっぱいの宝石みたいな大切な思い出は誰にも消せない、いつまでも一緒だよジョー、ずっとずっとと言ってマフラーを残して無になってしまいます。うわぁまた衝撃的な、衝撃的なデキラはどこに行ったんだと、はい、でそしたらもう消えた、無になった、もうこの世にはいないぞと、ないぞゼロに言われる。いやすごいですねゼロもね、ということですね。はぁ、でもうクリーチャーワールド無にできるような準備ができたぞと、ゼロはなるんですけども、もうそこはもうキラをね、大親友を、うん、大親友を無にされたわけですから、うん、もうここはもう許せないということで、ジョーがゼロに立ち向かっていくというお話になっております。なるほど、はい、ここまで、はい、という感じですね。あまあ一応最後までいくとそのね崩壊が始まってっていうのもあるんですけど、けど、まあ、これから先はまだ皆さん漫画でね、はい、読んでくださいということですね。そうなんです。実はその11巻、そのキラが無になって消えた後、うん、そのキラのマフラーだけ残ったじゃないですか、うん、残りましたね。であのマフラーは、まあ、キラとジョーがもともと交換してた友情の証のマフラーで、うん、はいはい、それをつけて戦いますこの後、うん、でそのちゃんとね、こあーなるほど、ここの追加の表紙には手首に、はい、手首にそのキラのマフラーも巻いております。なるほど、はい、すごい話ですね今という感じでございますね。なんかその前回もそうなんですけど、終わった後にこう重たいあ、いやクライマックスですから ね、まあ、ね、クライマックス近いですからちょっと ね、 そうだね、確かにホップステップジャンプのステップぐらいのところですね。ステップぐらいのところなんだ、毎回紹介するのがこの続きは、はい、ぜひね、ぜひ皆さんこの11巻を読んでください。最後はスッキリ終わりますか、今発売中でございます、はい、むちゃどうでしょう、ぜひスッキリしたい方は、いやここで終われないですよね本当だよ、ね、ぜひ読んでほしいんですけど、はい、はい、その中でも特に印象的なシーンをですね、またこちらカードにしております。あらまーちょっともしかして、はい、もしかしたけど、あの5月22日発売の呪術廻戦超活メモリアルパック魂の名場面ベストに入ってるってことですか、はい、デッドマン、デッドマン、多分だけど2回前より下手にもしかしたけど入ってるってことですか。収録させていただきました。お手やりだけだよ、拍手でお手やりむちゃもこっち、こっち来てるそうだった、はい、ということでまず印象的だったシーン、はい、こちらですね。じゃじゃん、闇をゼロ、はいはいはい、闇をゼロ、はい、これ闇をゼロ自身がもうこのクリーチャー、うん、あ、じゃあ呪文カードになっております。なるほど、闇のカード何でも出せるからまさに闇王にふさわしいですね。ね、モンストシャラ代わりに自分の手がだから、うん、はい、闇尽くしのコストも全部闇ですし ね、 ね、うん、しかもまさにゼロン万端にもね、あのマクガも言ってましたけど、はい、そうですね、ゼロン万端にも使えるゼロンにも使える、うん、これが使えば闇王ゼロ動くができちゃうよ、うん、ドーンって立ち上がって、はい、闇王ゼロ、闇王ゼロ、闇王ゼロってバンという風にして打ちましょう、はい、はい、という風にしてめっちゃ闇使い、闇使いで闇王ゼロが誕生した、誕生したことによって、はい、ゼロが万端し、ゼロが万端し、消えたキラ君、キラ君、キラ君、うん、そのシーンもカードになっております。
こちらです。じゃん。永遠の無。ごめん。何も言えなかった。これ新規カードですね。はい、これ新規カードです。むちゃむちゃの喋っていいよ言葉になってなかった。あまりに人の心がないカードですよちょっと辛いですねこれは。呪文としてはゴマラで、相手の武器で1体のパワーをゼロにするとゼロのね、はい、効果になります。無になります。無になります。むちゃんかまあ分かる、俺もそういうリアクションになるだろう。むちゃん悪くないよそうですね。なるほど、ね、はい、はい、これもね重要らしいんですから、はい、ここで終わってないからね。そう今回の動画では今回の動画だとここまでだけど、そうちゃんとスキル終わってるから、スキル終わってるから、ね、これを元に、はい、ジョーとね、あのゼイの戦いが、ゼイの戦いが繰り広げられますから、られるわけです、はい、じゃあ安熟してくださいと。やっぱねこういう原動力があってこそ主人公は輝くっていうね、まあ確かにね、編集みたいなことやるストレートに勝ちゃいいってもんじゃないっぽい上空編にはね、まだまだカードがね、はい、このリマンベースに入っておりまして、ま例えばこんなカードてててーん、もうありますこれ、お自然文明編で、これは僕ものすごく思い出す、はい、ガイアハザードの面々が、これアニメバージョン、アニメバージョン、ガイアハザードアニメバージョン、はい、アニメバージョン、なんとマスターカード4種もね、登場しております。よっ、ほんとだ、4種登場してる、はい、結構自然文明ね、マスター全員いるってすごいね、ガイアハザード、そう、確かに割とこう、デュエマの歴史上でもなかなかないですよね。自然クリーチャーフューチャーってあんまなかったもんね。そうそうそう、他にもね、ほんといろいろ上限なカードがたくさん入ってますからね。なるほどね。皆さん5月2日発売の一緒に超会社メモリアルバッグ、たまちょっと名場面ベストをね、うん、チェックしてくださいと。してください。今までね、こう漫画でね、松本大先生って言ってきたけど、うん、松本大先生といえば、先生です、今回、うん、新しく収録されます、リアリティこちら、じゃじゃーん、あーすごい、大先生レアー、おー、はい、実逆だった。大先生レアコロコロコミック6月号で紹介されましたもん。かっけー、かっこいいでしょこれ。これワンボックスに1枚入ってますからね。あ、どれかが入って、どれかが入っております。かっこいい、熱血の物語ね。あ、いいですね、これ名前もいいね。かっこいいのよ、かっこいい、これすごいよ、本当に。え、これが5月2日発売の、これが22日発売の2枚目ベストに入るバック。デッドマン徐々に下手だったよね。これでも名前がね、言いたくなっちゃうね。20年召喚者メモリアルバック、たまじょちょ、名場面ベスト、はい、ということで、はい、はい、いろいろ紹介いたしました、うん、漫画はね、また、今回のね、ジョー君編は、はい、書店で、はい、はい、書店で発売中ですので、はい、ぜひチェックしてください、ね、まだまだ続いてますからね、漫画ね、まだまだ続いてます、うん、はい、あのデレバサキング4巻も発売になりまして、うん、はい、はい、5巻、6巻と続いていきますので、はい、ね、最初の漫画もね、ぜひコロコロコミックをね、はい、ぜひチェックしてください、よろしくお願いします。はい、ということでこの動画が面白いと思った方はチャンネル登録、そして高評価ぜひよろしくお願いいたします。はい、そしてコミュニティ投稿も上がっておりますので、ぜひチェックしてみてください。はい、そして、私たちにやってほしい企画などなどあればぜひコメント欄で教えてください。はい、ということで、本日はここまで、また次回の動画もお楽しみください。それでは、ジェンマさん、バイバーイ。